はい、これ高らかにお祝いをしたいと思います。乾杯。司法書試験合格おめでとうございます。ありがとうございます。全日制本科講座の一発合格の方です。一発合格をした秘訣は何でしょうか？絶対一発合格したいって思って頑張ることです。ガイダンスは初めの一番初めのガイダンスからずっとガイダンスを着て勉強論とかずっと考えてやっていた方でした。本当に勉強した時もかなり食いつきがすごかったと思います。自分でもともと勉強は好きでしたか？いや、できなかったです。もともと全然コツコツ勉強できなくて、でも司法書士試験は最初からコツコツしようって思いました。それはなぜですか？試験範囲も膨大だったので、後から付け焼き刃でできるものじゃないって最初から思いました。もともとの成果は分かりませんが、私から見るともう初めからずっとコツコツやっていたと、ひたすらもう食らいついてやろうという感じのがすごく見えました。後から始める方に一言言ってあげてください。これはやった方がいい、これはやめとけとか。授業の復習ちゃんとやること、先生の言うことを聞くこと、やらないでいいって言われたことはやらないこと。ちなみに最後に聞きたいんですけど、なんで私のクラスを選んだの？先生の迫力と熱意についていきたいと思ったからです。素晴らしい、ありがとうございます。じゃあ良かったところ教えてください。宇野先生はすごく面倒見が良くて、一度私宇野先生受けた後は独学したんですけれども、その間もすごくフォローしていただいて、あ、講座取ってないのに聞いていいのかなと思いつつ、でもウェルカムだったのですごくありがたかったです。ありがとうございます。すいません、おめでとうございます。なんでレック選んだか教えてもらっていいですか？通学だったんですけれども、渋谷校でやっていたので、まず通いやすかったことですね。場所で、すいません、場所で選びました。受けてよかったところ教えてください。受けてよかったとか、あ、やっぱり生で音で聞いて説明、そのモニターでいろいろ言いながら書いて説明してくださるんですね。でそうすると順番も分かりますし、あ、これでこうなるんだっていうこととか、あと実際の業務実務のことも話してくださるので、すごく楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。なかなか相談の電話をかけようと思っても予約がいっぱいで断られました。でもそれだけやっぱり相談が埋まっちゃうぐらい、受験生のために親身に相談に乗ってくれる先生ならなっていうふうに思います。レックで勉強する後輩へ一言。とにかく勉強するだけですよ、それ以外ないです。なぜレックに決めましたか？レックはまあ最初は本当に雲野先生の講義を受けようと思って決めました。合格おめでとうございます。まず私のクラスの出身ということで、レックを選んだところと佐々木クラスの良かったところ、これからの抱負で頑張った、ね、一言コメントお願いします。第1問、なぜレックを選んだか。あ、それはもう当然ですね。レックの会長、我々の郷土の誇り、あん中の神道だからです。もともと法律に興味がありまして、法律を学ぶならレックだというふうに思っておりました。それでレックの看板を見て飛び込みました。佐々木先生素晴らしいです。教えていただいた基礎、今でも最初のノートを全部大事に取って、眺めて毎日毎日それで勉強しておりました。当時司法書士を目指した時期は大学生の頃だったんですが、大学の生協にレックのパンフレットがありまして、パンフレットを読んだところ、カリキュラムに魅力を感じてレックを選びました。佐々木クラスの良かったところはどこでしょう？佐々木先生を見て分かる、お分かりになる通り、行くぞというこういう迫力がすごいです。いつも講義の時に見とれておりました。その気持ちを糧に頑張りました。ありがとうございました。佐々木先生はすごくお綺麗な先生で良かったです。レックを選ばれる皆さん、佐々木先生です。迫力のある授業と質問に対する大変丁寧繊細なお答え、このバランスが素晴らしい。教えていただいたことを繰り返し繰り返し繰り返し、どんなにダメでも繰り返し、いつか必ず佐々木先生の教えが花となって実となります。ぜひ皆さん頑張ってください。最後まで諦めずやりきれば受かる試験だと思っております。何があっても絶対に諦めないで頑張ってください。私のクラスでは皆さんを合格にぐいぐい引っ張っていく具体例バシバシ出して、ついてきなさいっていう講義をしますので、ぜひ皆さん、次のチャレンジお待ちしてます。おめでとうございます。ありがとうございます。一発合格ですね。
運よく一発合格できました。本当にありがとうございます。本当に新宿に通って一生懸命勉強してくれました。受かるコツとかありますか？受かるコツはですね、先生の講義に一生懸命ついていくことですね。本当に先生の言葉だけ信じて突き進めば一発合格はできると思います。今度合格する方へのメッセージお願いします。負けない心を一番に大事にしてください。あと自分の信念とかを大事にしてください。以上です。で、私のクラスで良かったところってありますか？はい、夜遅いにもかかわらず講義が終わるのに先生も一生懸命質問に答えてくださっていて、本当にその姿見ていて自分頑張んなきゃなと思って、もう本当に心がやる気がもういろいろ先生のその姿に力づけられました。受験生がみんな頑張ってますからね。おめでとうございました。ありがとうございます。よー